自動車製造ラインに配備された区化性産業用ロボット。産業用ロボットとは人間の代わりに工場での組み立てなどの作業を行う機械装置である。産業ロボットとも言う。厳密にはティーチングプレイバックという方法で動作する産業用の機械を指す。しかし最近では人間の代わりに作業をする機械としての役割が重視されることから ある程度自律的に動作する人間の腕に似た部分を有する機械として解釈されるのが一般的である。また、国際標準化機構は三軸以上の自由度を持つ自動制御、プログラム可能なマニピュレーターと定義している。主に自動車や電子部品を生産する工場の現場で使用されている。例えば自動車の生産工場で使われるロボットの場合、 スポット溶接を行うロボット、ボディ塗装を行うロボット、部品取り付けを行うロボットが多く見られる。人間が作業を行う場合、決められた動作を繰り返したり、重量物の運搬を必要としたり、無酸している塗料を吸い込んだりする危険性など、肉体的、精神的負担の大きい労働環境である場合が多い。このような環境での作業時、労働者への大きな負荷から、 作業ミスを誘発する恐れもあり、品質安定の面からもロボットが用いられる。また、労働者の賃金が高い国で工場を維持するために、工場全体をロボット化して最低限の要因のみで運営している事例も存在する。このような工場の自動化をファクトリーオートメーションと呼ぶ。同じロボットでも歩行ロボットとは大きく異なるものである。設計思想が異なり、 使われているテクノロジーも少々違う。歩行ロボットが産業用に使われた例は今のところないが将来的な可能性はある。また口述のようにロボットの用途が接客や愛玩、清掃など第三次産業という産業であっても飛行業向けは産業用ロボットでなくサービスロボットなどと呼ばれることが多い。知られている初期の産業用ロボットはオーストラリア。 カナダ人のビル・グリフィス・ピー・テーラーによって作成され、メカノ・マガジン1938年3月号に掲載された。クランクのような素子はメカノの,の部品を使用して作られ、一台の電動機を動力にした。つかみと掴んで回転を含むの軸の動きが可能だった。自動化はパンチテープによって電磁石の作動を制御することにより機銃機の制御レバーの動きを制御した。 このロボットは積み木をあらかじめプログラムされた類型に積み重ねることができた。それぞれの動作のために複数の電動機の革命が必要で最初はグラフ用紙に記録された。情報は同様にロボットの8台の電動機で駆動された紙テープに移された。クリスシテは1997年にロボットの完全な複製を制作した。ジョージ・デ・ボル。 1982年撮影ジョージ・デボルは1954年にロボットの最初の特許を出願し1961年に登録された。ロボットを最初に生産した最初の会社は1956年にデボルの基本特許をもとにデボルとジョセフ・カエンゲルバーガーによって設立されたユニメーション社だった。ユニメーション社のロボットは同様に プログラム可能なトランスファーマシーンと呼ばれ移動せずベルトコンベアーの横に設置される形態が定まった。それらは油圧式アクチュエータを使用しプログラムされた関節座標を備えることで多様な関節は入力工程で保存された動作を運転中に再現する。それらは正確に繰り返される。ユニメーション車は後に川崎重工とイギリスの GKN 車に日本と イギリスのユニメイトの製造権を与えた。ユニメーション社の競争相手は一時期、オハイオ州のシンシナティミラクロンのみだった。1970年代末に、複数の日本の大企業がる維の産業用ロボットの生産を開始したことにより状況は一変した。1969年に、米国スタンフォード大学のビクター・シャインマンは、アームソリューションに基づく、 全電動式6軸関節式ロボットスタンフォードアームを開発した。これは空間内を正確に移動することを起としており、組み立てや溶接などより高度な用途にロボットを使用できる可能性を秘めていた。シャインマンは米国マサチューセッツ工科大学の人工知能研究所で MIT アームと呼ばれる2番目のアームを設計した。 ユニメーション社の協力を受けた後、社員マンは彼の設計を開発するために、これらの設計をゼネラルモーターズから支援を受け、さらに後に組み立て用ロボットとして販売するユニメーション社に売却した。産業用ロボットは欧州において1973年にアブ、ロボティックス特化の両社により、速やかに市場を開拓された。アブロボティックスはイブロクを 世界初の商業的に入手可能な完全、電気式マイコン制御ロボットとして発売した。最初の2台のイブロックロボットは、スウェーデンのマグヌス戦車に販売され切削と、研磨間の曲げのために1974年1月に製造工程に組み込まれた。同様に1973年区下ロボティックスは、ファミューラスとして知られ、同様に、 電気機械式駆動の6軸を有する関節ロボットの一つでもある最初のロボットを製造した。ロボットへの関心は1970年代以末に高まり、ゼネラルエレクトリック、ゼネラルモーターズやフランスの創業間もないオートメイティックスとアデプトテクノロジーを含む多くのアメリカの企業が進出した。1984年にロボットブームは最高潮に達し、 ユニメーション社はウェスティングハウスによって1700万ドルで買収された。ウェスティングハウスはユニメーション社を1988年に現在でも関節ロボットを産業とクリーンルーム用に製造するフランスのスタウブリー・フェイバーチィス SCA へ売却してその後さらに2004年末にロバート・ボッシュのロボット部門を買収した。 日本企業以外でこの市場で生き残った主要な企業は、アデプトテクノロジー、スタウブリー・ウニマチオン、スウェーデン・スイスのアブ・アセア・ブラウンボ・ボベリ、ドイツの区カロボティックスとイタリアのコンロである。飛行業向けロボット産業用ロボットは、インダストリアルロボットの翻訳である。従って、サービス産業などで使われているロボットは、産業用ロボットとは、区別するのが適当である。 国際ロボット連盟の調査であるワールドロボティックス2020によると2019年末時点で約272万2077台の産業用ロボットが運用されているこの数字は2022年末には378万8000台に達すると予測される2019年末時点において世界の産業用ロボットの市場は i f ァ r の推計で138億 US ドルドルであるとされる。ソフトウェア、システムエンジニアリング、ロボットシステムの整備費用などを含めると480億 US ドルドルであると推計される。2018年の年間の購入額は中国が最大であり、国内での稼働台数は中国が最大である。 2019年の産業用ロボットの主な利用先は、自動車産業が約28%、電気、電子産業が約24%、金属、機械産業が約12%、化学工業、樹脂産業が約5%、食品産業が約3%である。世界の産業用ロボットの年ごとの生産台数、前述のように、日本は、 産業用ロボットの有力メーカーが複数ある。輸出を含む有力産業としてだけでなく、導入企業における効率化にとっても重要であり、経済産業省は所管部署としてロボット製作室を設置している。業界団体としては日本ロボット工業会がある。自動車など大手メーカーに比べ活用が遅れていた中、小製造業に 産業用ロボットを普及させることを目指す団体 FA ロボットシステムインテグレーター協会も2018年7月13日に設立された。産業用ロボットは自動制御を行う点で CNC 工作機械とよく似ており FA 設備として同じような印象を受けるがコンセプト的には産業用ロボットはティーチングプレイバックを行う点で区別される。もちろん 中間的な製品も存在する。また、産業用ロボットは、ティーチングプレイバックを行うだけでなく、ある程度自律的な動作が可能な機械として解釈、されるのが普通である。機械装置としては、産業用ロボットは次のような特徴がある。CNC 工作機械は、数値制御を行うが、ロボットは行わないロボットは、条件分岐命令を持つ、数値制御の場合、 それぞれの軸が独立しており、X 軸が百点零ミリメートル動く指令が出れば、エンコーダにより、X に百点零ミリメートル移動することが保証されている。一方ロボットは、X 軸、Y 軸、Z 軸それぞれの方向に独立した動作機構を持っているわけではない。例えば、X 方向に百点零ミリメートル動く指令が出た場合、ロボットのすべてのモーターに指令が行き、 結果として、X 方向に 100.0mm 動く。しかし、X 軸のエンコーダを持っているわけではないので、その 100.0mm は、計算上の 100.0mm であり、100.0mm 移動したという保証はされていない。つまり、CNC 工作機械は NC 制御を行うが、産業用ロボットは一般的には NC 制御を行わない。簡単に言えば、 常に上下で測りながら動いているのが NC、目隠しで動いているのがロボットと言えよう。産業用ロボットも CNC 工作機械もプログラムを実行していくことで作業を行うことに違いはない。つまり、ロボットといえども産業用ロボットはプログラムにない動作をすることはない。しかし、産業用ロボットは自律的に動作することが可能であり、その点が CNC 工作機械とは大きく違っている。具体的に言えば、産業用ロボットは条件判断命令を持つ。つまり、状況の変化を検出して、動作を変化させたり、適切なプログラムを選択したりすることができる。そのため、多少歪んだものでもそれなりに加工したり、搬送したり、することができる。CNC 工作機械は正確に物を加工することを目的とする装置なので、 条件判断命令を持たないか、あっても異常の検出程度にしか使わないのが普通である。また条件分岐命令を活用するために、豊富な入出力インターフェースを備えていることも、ロボットの特徴と言える。ロボットは NC 制御ではないため、計算上の座標空間で動作しており、その動作には常に誤差がある。しかし、そもそもロボットは誤差のあるものを、 加工対象として開発された機械でセンサーで状況を検出し柔軟な動作をすることを前提に作られているわけである。ただし、すべてのロボットがロボットとしての機能を必要として導入されているわけではなく、単に動作の自由度の高さや品質の向上を目的としてロボットが導入されることも多い。詳しくはティーチングの項を参照。 産業用ロボットのプログラムはティーチングによって行う。産業用ロボットはティーチングによって記録された動作を再生することで作業を行う。これをティーチングプレイバックと言い,い、この機能を持つことが産業用ロボットの定義の一つとなっている。通常、ティーチングには実機を使用するが、機上で行うために 3DCG を使ったオフラインティーチングもよく行われるようになっている。 ロボットは単独で使われることはなく、普通周辺装置と組み合わせて、システムとして使われる。素材関連を除く生産設備としては最も大きなものの一つである。ロボットを生産設備として機能をさせるには、非常に多くの周辺設備と高度なノウハウが必要になる。労働安全衛生規則第150条の3から5、第151条にて、ティーチングや運転。 検査を行う際の危険防止措置が定められている。ありがとうございます。